皆さんおはようございます。私は今、立川の、多摩骨董市に来ております。時刻はだいたい9時45分くらいなんですけど、もう花粉が本当にひどくて、マスク2枚つけてるんですけど、あとサングラスして、それは置いといて最近ですね、もう本当ついこの間特別な日を迎えまして、というのも生まれてから、1万日記念日だったんですね。だからもう今回はということで、1万日記念にちなんで1万円で立川の骨董市で好きなものを買おうかなっていうふうに思ってます。コトンコチャンネル、これかわいいな。いいなこれ。これは鳩笛ですか？全部。そうです。いろんな種類あるんですけど、全部日本のやつなんですか？そうです。あ、そうなんですね、はい、これとか結構古そうに見えるんですけど、若干ですね。あ、そうなんですね、めっちゃ可愛いですね。これなんかよりはね、全然古いですけど。あ、そうなんですね。これは新しい陶器のやつですね。そうです。可愛い。可愛いですね。これは一ついくらですか？物によって違いますか？そうですね、こっちの方が1500円で、はいはいはい、あとこれはもう1000円で。あ、この辺は1000円。はい、わかりました。木のやつはね、木のやつね、1000円ですね。これもめっちゃかわいいな。この瓶もかわいいんですけど、これはね、薬瓶で、はい、薬瓶なんですけど、はい、お医者様のところから出て、はい、ここと出てきたから未使用なんですよ。あ、そうなんですね、じゃあ綺麗だな。これはいくらですか？これ2000円ですけど、ちょっとおまけはしますよ。あ、ありがとうございます。一個一個微妙に形違うんですね。そうなんです、大きさが違うんです。なんでそうなんだ。やっと、私これもすっごい気になってるんですよ。これこれはだるま。そうです、私もこれ学校さんで買ったんです。さっき外人さんが買ってっちゃって。あ、そうなんですね。でもね、可愛いんですよ。可愛いですよね、安定感があって重たい、いい顔してるんですよ。はい、見てください。いや、いい顔してますよ、相当。どうしよう。なかなかね、だるまさんもこういうの、これ私初めて見たんですよね。いや、珍しいですよね。こけしではなく、でもだるまか。でもだるまさんなんだけど、こけしだけどだるまさんですよね。これもかわいいな。このだるまさんはおいくらですか？2500円だったんですけど、はい、1500円で。あ、じゃあ、ええ、この3つお願いしてもいいですか？はい、このセットで、はい、本来は5000円ですけど、はい、4000円で。あ、ありがとうございます。はい、はい、はい、これも可愛かったな。じゃあ、ありがとうございます。じゃあこっちで。ありがとうございます。すいません。中が黄色くかわいいな。
れが気になるんだよな。かわいいな。あ、そうなんですね。あ、かわいい。かわいい。え、これはこれもすごい気になってるんですけど。これはね、油壺って何ですか？油壺って、はい、あの椿、紙を煮るのに、はい、椿油を入れたものですね。はいはい、あ、そうなんですね。なんとなく黒くなってるでしょ、はいはいはい、もう使い終わったからもうこんな風になっちゃってるけど、はい、あのこうやって取ってこう椿、あ、まあああいうほら、あのああいう日本が見えてたから、はい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 、だから今は商品には使わないから、まあ、一輪挿しにするんだけど。そうですね、なんか一輪挿しにしたらすごい可愛いだろうなと思って、うん、そう、可愛いと思う。かわいい。じゃあ、うん、その油壺とこれいいですか、うん、あ、はい、ありがとうございます。え、これはいつの時代のものなんですかね。江戸の終わりですね、これ。江戸、うん、すごい、すごいですね。江戸の終わりぐらい、紙を言ってた時代だから、はい、そっかそっか、日本の明治になるとも紙の感じ違ってくるでしょ、はい、じゃあその油壺を、油壺、うん、使ってたのは江戸時代くらいまで。終わりですね。まあこれは明治ぐらいかな。モダンだもんね、ちょっとね。モダンですね。うん、いただきます。めちゃくちゃ可愛いですね。6000円。うわこれ。これ見て。これ、これよ。魚なんだよ、これ。すごい可愛い。え、これ魚と。魚。これが蝶々じゃないか。うん、蝶だと思う。あの人によってはガじゃねえかなんていう人もいるけど、まあ蝶だ。あ、これは、あ、セミかもしれないね。セミと蝶々かな。そうだね。これ蝶々じゃないかな。これ、まあ、全部可愛いですね。全部可愛いです。これはいつの時代のものなんですかね。これで、まあ李朝の後期ぐらいですね。李朝の後期。あ、つまり韓国のものなんです。え、これ韓国のものなんですね。そうですよ。これも典型的な李朝の菓子型っつってね。どんなお菓子なんだろう。まあ、なんつうんだろう。クッキーみたいな。違うか。クッキーっていうか、まあどっちかというと落雁に近いんじゃないですか。ぎゅっとこう詰めて、ここでぎゅっとして、ポンと出せばこの形が抜けるわけですよ、ね。はいはいはい。へ、これ全部6000円。まあいいですよ、6000円どれでも。もうちょっと高いんだけど。でもこれ本当に可愛い。これも捨てがたい。まあ、ここからいくらかなって思うんですけど、古いケースだから体にもいいんですよ。でもちゃんとこっち帰るから絶対これだな。私現在使ってる。あ、使ってる？使ってる。うん、あの、いい設備の方が。この魚をいただいてもいいですか？いいです、これ。はい。真面目なものです。うわぁ、かわいい。うん、嬉しい。そんな喜んでもらえたら。いや、こんな見たことないです、本当に。うん、まあね、李朝の菓子型のままあるけど、はい、ここにある3つは、おっしゃる通り、特に可愛いかもしれない。あのね、花みたいなのが多いんですよ、花とかね。はい、植物が。そう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 。そうなんですね。うん、あと、これ、セミなんかもたまにあるけどね、魚とか。でも、このセミってなんか、この顔はでもね、顔が、ちょっとさ、ないよ。ないですよね、うん。ということでですね、多摩骨董市1万円分。開放大企画、無事終わったんですけれども、多分というか、おそらくというか、絶対1万円超えちゃいました。やばい。まあ、でも、あのね、最後にね、韓国のあの、菓子型に出会ってしまったら、もうあれはもう買うしかないじゃないですか。あんなに可愛い魚の型
迎え入れるしかないので、これは本当に仕方ないかなって、いい買い物だったと思います。私は今からバイトに行くので、まあオーバーしちゃった分ちゃんと稼ぐので、皆さん心配しないでください。ということで、皆さん見てくださってありがとうございます。また来たいと思います。それではバイバーイ。